ふと気がつくと僕たちは見知らぬ部屋から脱出しなければならない恐怖と戦うことになった。ということで、どうもこんにちは、ビクトです。今回はね、地下室からの脱出やっていこうかなと思います。もうこのシリーズ4作目なんですけど、初っ端からタイトル画面でもうすでにアホコバカだし、なんか困ってるしみたいな。あれ、こいつ名前ないよね。まあ、やってこいぞ、とりあえず。はい、クリックスタート。今回は地下室から脱出するみたいな感じですね。ここは一体、お腹すいた。もうバカ。どうすればここから出られるんだ。すごいお腹すいた。なんか食べたい。なんとかして脱出。会話が成り立ってないんだけど。部屋の中は前と後ろと右と左で4方向を見渡せるみたいな。まあこれは全部一緒だね、毎回。なんか食べられるものないかな。もう食べ物しか探してないじゃん、こいつ。なんか触れるものがないかクリックして調べてみよう。で、今回は目の前にこれタイヤと、なんだこれ。ちょ、これクリックしよう。はい。なにこれ。あ、すげえ。新場面、吸い付かれし者。なんか、なにこれ、実績解除みたいなのが増えてる。なんか地面から生えてるな。中は空洞のようだが、なにこれ、ストローかな。買おう。ねえ、これは、これって食べられるの。これあれかな、ストローってやつだろうか。お腹すいたの。ねえ、食べられるかどうか、それだけ知りたいの。飲むときに使うものなんだ。これ自体は食べ物じゃない。飲み物、飲み物なのこれ。バカすぎる。いや、落ち着くんだ。このストローっていうのは飲み物じゃない。なんなの、なんで飲めないの。世の中おかしいよ。ということで、まあ、とりあえず、まあ、とにかく食べ物ね。あ、ってことは、じゃあエビフライどっかにあるんじゃね。あ、タイヤ食べれるかな。ちょ、タイヤ。これは書くのを失敗して分かりにくくなってるが、タイヤだろうか。ねえ、お腹すいたの。これ食べられるの。これは車とかについてるタイヤだ。食べるとお腹を壊すから気をつけるんだぞ。食べれないの。どうして食べれないの。道路を走ったりするときに土とかいろいろつくから汚いんだ。なんなの、道路ってなんなの。なんでそんなものあるのよ。そうだ、アホコ、あの基本的に物分かんないから。落ち着くんだ。なんとか食べられるものを探すから。じゃあ次の部屋行きますか。お、唐辛子だったら食えるんじゃないこれ。食べようぜ。ねえ、これ何、いい匂いとかはしないけど。お、これは見たことあるぞ。なんだっけ、確かカラスみたいな名前の食べ物だ。食べ物な、やっと。食べちゃうのこれ、アホコ。いや、でもそのカラスみたいな名前のものはそのまま食べれるものじゃないぞ。どういうこと、食べ物なんでしょ。調味料として使うんだ。それ単体で使うものじゃない。調味料、何それ、なんかすっごいエロいもの。よれ。調味料エロいって言うやつ初めて見たわ。いや、味を整える種という意味だよ。種、エロくないとか言いそうなんだけど。あ、え、あ、俺の方がエロかった、ごめん。なんなのその説明、急にエロくなくなったって。関係ないけど、魑魅魍魎ってのも響きがエロいよね。魑魅魍魎ってめっちゃ漢字難しくない？もう全然エロさないんだけど。なんかわからないけど、喋るとネチっこくなるよね。あ、ネチっこいも響きが。こいつやばいな。なんだこいつ。俺も思ってた今。まあ唐辛子は食べれないと。お、エビフライ来たー。何この X 型のエビフライ、かっこいいんだけど。これ食べれるでしょ。ぬぐおー。封印されし、エビスカリはうまくねえや、別に。別にうまくないわ。ぬぐおー。これさ、思うんだけどさ、ここいらなくね。アホコいらないだろ、これ。男一人で頑張れよ。てか、こんな筋肉あんのにさ、抜けないんだね。ふんねー。頑張れ、これは食べ物だぞ。エビなんたらライダー。ふだけな、ほんと。なんたらのとこにふ入れればもうそこで済むから、余計だるくなってるから。くっそー、おりゃー。あ、待って、全身がなんかボキボキ始めた。死ぬかも。死ね。落ち着け、俺がいなくなったらどうやって食べ物を手に入れるというんだ。くそ、どうして地面に突き刺さってるものって大体抜けないんだ。なんなの、なんでなの、世の中間違ってるよ。あ、抜けないんだ。じゃあ抜けるアイテムを探さなくちゃいけないと。なるほどね。なんだこれ、なんかこんな物騒なもの見つかった。なんか中にいる感じかな、これは。あ、奥になんかいる。お、ほんとだ、なんか目がある。これ闇から覗く謎の瞳。なんだあれ、目か。あれ食べられるかな、目って食べ。お前とうとうカニバリズムになってきたな、とうとう。ちょっとグロゲーになってきたな、まさかのバカゲーから。いや、どうかな、難しい質問だな。ねえ、このなんか張り付いてるものをなんとかしてどければ食べれないかな。あ、もうとうとう目は食べるっていう方向で話を進めるんだね、これは。しかしこれをどけるにも何か道具がないとな。早く早く、その道具を手に入れてこれ食べよう。ねえ、食べよう。道具、
なんだろう、ストローとかタイヤ使えないよこれ多分。唐辛子も使えなさそうだし、まあ、とりあえずちょっとクリックしまくるか。あ、唐辛子来た来た来た。人の欲望とその罰と新しい力、かっこいい。ダメ、もう我慢できない。私この調味料とかいうのは食うの。あ、そのまま食べたらうぎゃーカレー顔がやばいわカレー、マジカレー。これはすごいエネルギーを感じる。あ、これであの目のところ取れるんじゃない、ワンちゃん。あ、違う、あれか、エビフライ抜くのかな、これで。これ多分この力を使ってエビフライを、きた、入手エビスカリバー。床を食ってる。くわー、何か食べなきゃ、辛いのが収まらない。は、しかし床を食い掘ることによってエビなんたかなんたかライが手に入るぞ。ハフンハフン、やっと辛みが収まってきた。やったぞ、お前が床を食ったことでエビなんて。もうさ、食べ物じゃなくても食べれるじゃん。タイヤとかも全部食べれるんじゃない、アホコ。これだ、これがあればエビスカリバーでこれ壊すんかな。来た、ぐ、この地獄の辛みを利用して邪菌。すげえ、エビスカリバーかっけえな。はっ、くらえ X スラッシュシュリンパーシュリンパーってさ、エビだよね確か。すごい、辛みを利用し体内エネルギーを増幅させ、なんかズバッてやった。語彙力が俺と同じぐらいなんだよな、男の方も。これで張り付いてたものを壊すことができた。奥にまだ牢屋があったのか。あ、ちょっと運動したらなんでか辛みが抜けてきた。あ、なんかキモキモいんだけど、どっちが顔なのこれ。上にも顔あるし下にも顔あるし、なんか下の足ごつ、何こいつ。その奥にあるもの、牢屋の奥になんかいるね。あれ多分食べ物だよ。奥にあるものは食べたいか。うん、ジュルリ。じゃあまだ牢屋を壊すために、あれ食べて辛みをまとった状態にならないとな。また辛くなんの。じゃあもう一本残ってる唐辛子を食べるんだ。ダメ、もう我慢できない、私この調味料とか言うので、また辛くなって牢屋を壊すみたいな感じかな。はい、行け、今こそ新しい力を、く、辛みの力を借りてもこの牢屋を壊せない。どんどんエビスカリバー10にもなんの、すごくね。ぬぐぐ、ずいぶん硬い物質でできているんだな。なんかもっとエネルギーのつくものを食べなきゃ、私の力が足りないわ。何か他に力のつくような食べ物を探さないとな。え、なんだろう、タイヤ。あ、食べた、ラメイートザタイヤ。もぐ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 、なんか口に入れないと辛いのが止まらない。ま、待って、それは食べ物じゃないって、お腹壊すぞ。ふひゃ、なんとか辛みが収まってきた。よくそんなもの食えるな。まあ、確かに床食ったらもうタイヤも食えるでしょ。なんかすごいでっかくて硬いナタデココみたいな食感でした。ナタデココはわかるんだね。え、これいける？あ、いけないか。あ、なんか増えてる。お、新しい下着だ、なんかカラフルだ。どうこれこれ食う。魂の子をかっけえな、アーカイブみたいなのが。あ、まだ何か分かってないのに、それ多分食べ物じゃないぞ。ガフガフ、私の魂が言ってる、これを食えって。あ、それ身につけるものだぞ、それ下着ってやつだ。違う、これは私の血肉となるべきもの、私の体と一部、私の体の一部となるべきもの。いや、身につけて体の一部体の一部にするものだね、確かに。うわぁ、来た、私の中にみなぎる、私の真の力がみなぎる。もぐもぐ、私の肉体を蘇生するエネルギーが真の領域へと昇華されていく。何言ってんの、何言ってんの。僕も読んでて思ったわ。これで来たんじゃないの、行け、壊せ。元気いっぱいになった私の力を喰らえ。エビンフリオン、エビアルファ、エビベータ発進。目標、なんか牢屋的ね。エビの中からエビが出てきてる、すごいな。エビスプロージョン前段投下、行け、フライングエクスプロードアンダーウェア。あ、なるほどね、ここで下着が出てくるわけね。エビなんたらライの油分に、なんかさっきエビフライって言ってなかった、言ってないか。下着への情熱の炎を引火させる。すごい、エビなんたらライ同士の誘爆が大爆発を起こしている。もっともっと情熱を注ぎ込む。食べたい、私はもっと下着を食べたいんだ。うおー、行き過ぎた変な情熱が牢屋をコラボラに粉砕したぞ。あ、展示されてる、何こいつ。うへへ、中に美味しそうなものがある。あ、新場面デストラップ、これ危ないのかな。待て、迂闊に近づくな、そのイカみたいな、何してくるか分かんないぞ。あ、イカ分かるんだね、ちゃんと。ドゥフ、大丈夫大丈夫、エビなんたらライ持ってるし。はっ、パカ、あ、ギャー
これがデストラップってことが、この顔すげえなんかしてやったりな顔してるわ。こいつ可愛いな、ちょっと。下、めっちゃキモいけど。なんか落とし穴罠か、く。あ、おこ、捕まれ、俺の腕を掴むんだ。うん、爆。はははは。食べた。男と気持ちがだいぶシンクロしてんだけど俺。あ、これ美味しい。これ、あ、待って、男が食われちゃう。大丈夫？違うの、そうじゃなくて腕を掴むの。もぐもぐじゅるじゅる、これすごい美味しいよ。なんだこれ。いや、これ腕な、俺の腕な、それ。てかそれどうやって喋ってるの。あ、ずる。やばい、アホコー、うめえ。何うめえってぐちゃり。単体になった、とうとう。ちょ、一人身で。お、喋り始めた。邪竜召喚。けっ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 け。はっ、とうとうあなた一人になったよね。え、女こいつもしかして喋った。ひょ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 。あのアホ女、後で私が美味しくいただきますわ。な、何食べるの。てかお前メスだったのか。まだ私は究極の防弾ガラスで囲まれている。あのアホ女さえいなければこのガラスを破ることもできぬでしょう。あとはあなたがここで餓死するのを待つだけ。アホ女もあなたも私たちにここで美味しく消耗される運命なのよ。いひひひ、愚か者め。あ、エイちゃんって名前なんだ、かわいい。私たち姉妹に、あ、2人だったんだ。2人というか2匹だったんだこれ。あ、やっぱりそっちも顔だったのか。どういう構造になってんの。そこでじっと飢え死にするのを待ち続ければいいわ。何がおかしい。俺がここでやられるのをじっと待つと思っているのか。何ですと。何、何ですの、その力は。愚かなイカメ、力を発揮できるのはアホ子だけだと思っていたのか。どんどんエネルギーが増幅されていく。アホ子のよだれの力が俺の中の邪竜を、なんていうのこれ、氷国の眠りから目覚めさせたようだ。邪竜、氷国、なんていうの。イカちゃんも感じに弱かった。よかった。なんかこの世界だいぶなんか俺と知能が一緒なんだけど。漆黒の邪竜が真紅の怒りをたぎらせ、緑、読めない。緑の瞳を輝かせている。蒼白の光と群青の闇が溶け合い、金色のオーラと、あと無垢なる邪神が俺を包む。漆黒で真紅な、蒼白で群青で金色、金色だというの、なんかカラフルって。確かに色ありすぎだろ。クククク、早く貴様を主食に染めたいと邪竜が吠えておるわ。うわあ、主食ってなんか怖い、灰色とかかな。そろそろ力が抑えられんほど高まってきたな。こうなるとこのよだれももう優しくはないぞ。ひくらえ、よだれと邪竜の炎よ。よだれってのがダサいね。ちょっと全てを焼き尽くせ。強小桃色連心波、ギャー。どっから桃色が出てきたの、急に可愛い。ギャーギャー、防弾ガラスが。テアーって可愛いな。ちょっとなんて恐ろしい力なの。むき出しは、私たちむき出しになってしまったわ。このままじゃとても危ないわ。その形でむき出しっていうとなんかアホ子が喜びそうですね。確かになんかアホ子、なんかむき出しってちょっとエロいって言いそう。でこれでどうすんだろう、イカ食っちゃうのかな、もしかして。一瞬ヒヤッとしましたが、もうよだれは乾いてしまったようですわね。くっ、腕がよだれ臭い。ヒッヒッヒッ、もう打つ手のなしのようですね。たとえむき出しになっても力の使えないあなたに負けることはなくってよ。これどうしよう、なんかないかな。ストローは、これストロー、あー、クリックできない。なんもできない。これ穴かな、これ穴。きた。ね、融合してんだけど、なんかお前ボボボボボボにこういうキャラクターいただろう。あのボボボボボボボ、わかんない人はググってなんか見てみてください。あの面白いんで。うんしょうんしょ、よいしょ、なんか出てきた。ふう、やっと登れた。その声まさか青子だよ、戻ってきた。新青子。青子生きとったんか。あれ、うん、穴に落ちた時に頭が割れてぐちゃぐちゃになって脳汁が飛び出ちゃったけど。あ、そういう説明はいい。ご飯とか食べてる人いたらちょっと申し訳ない。ちょうど待ってたエビナンタラライに脳が移植されたの。なるほど、確かにエビナンタラライがあれば意識と魂の移植も可能だ。ね、これだけ聞くとなんかエヴァンゲリオンに近いな、何かを感じる。それにさっき食べた下着のおかげで力もモリモリだよ。アホコ、おかえり。キャー。これで勝ったな、圧倒的力の差。
ひょひょエビフライになって戻ってきただけじゃないの。たかが人外になったぐらいで何ができるというのかしら。プププくバカにしやがって。おるかおるかよ、あなたたち揃いも揃ってアホアホよ。排泄物の湯気にも劣るくらいにアホアホですわ。ブンはえ、威嚇せんだよ魚介、顔はこよ。めっちゃ作画に力入ってるこれ、すげえ。はベネズエラお前その声どうにかなんねんのかよお前。急所は外してあげたわ。あなたたちにはシスラ生ぬるいのよ。すごいぞアホコ、なんてパワーアップだ。本当はすごい、やったー。イカの頭部に衝撃を与えて気絶させれば新鮮さを保てるという技術を利用したんだな、すごいぞ。そうなの？そうなんすか。あの魚介詳しい視聴者の人いたら教えてください。嬉しい、また私はあの夜のように情熱的。おっ、ここに来てとうとう、やっぱりアホコと男はそういう関係を持っていたのか。獣のような瞳で私を見つめながら激しく燃えがらせて生まれ変わっても相変わらずだな。キャハーやったね。ところでこの絵が食べていい、食欲は変わんないんだね。え、あ、うん、あ、これ思いの顔ちょっとグロ、ちょグロく見えるわ。なんか魚介の味だけだと思ってたけど手足はお肉の味だわ。あれなんだかすごいグロいな。あ、終わった。え、実績足りないんだこれ。ゴールチーン、ガチャ。え、何これ。え、あ、地下室。え、電子レンジじゃないこれ、わかんないけど。あれ、イカ料理作ってたのに。あ、でもエビフライある、やった。あ、そういう感じなんだ、なるほど。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まだ実績的なのが全部出てないけど、皆さんぜひ自分でちょっとやってみてね、あの探してみてください。多分面白いと思うんで。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。最後までご視聴いただきありが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 、長いわ。チャンネル登録と高評価もよろし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 。帰れ。最後でシマジメニヤテクデサイヨ。お前の存在が一番ふざけてるわ。最後だしみんな揃えて。マカスラ。私たちを誰だと思ってんの。じゃあ行くよ。せーの。やめばい。やめばい。揃わなすぎて森入る。